はい、どうも皆さんこんにちは。おさとエクセルのおさです。ご無沙汰しております。3ヶ月ぶりですね。大変お待たせいたしました。ピボットテーブル第2弾やっていきましょう。でですね、今日は僕がピボットテーブルを実際に使っていくプロセスをご紹介します。で、このプロセスを見ていただく中で、皆さんだったらね、業務の中でどういうふうに、このピボットテーブルを当てはめることができるのか、適用できるのかというものを意識しながら見てみてください。はい、今日はですね、コーヒー豆の売上データというものをこちらにご用意しました。僕らはですね、今日この分析をすることによって、どうすれば売上高を上げることができるのか、あるいはどうすれば利益を上げることができるのか、この解決策を見つけたいというふうに思っているとしましょう。はい、ではですね、どんなデータがあるのか見ていきましょう。で、具体的にはですね、ルイス・コスゲさんという方が、例えばですよ、コロンビア産のコーヒー豆を、約焙煎度2レベルで豆の状態中挽きですと。コーヒー買う方はわかると思います。生豆とかね、中挽き、細挽き、粗挽きとかいろいろありますね。豆の状態中挽きのものを兵庫県で2016年の1月1日にこれだけの価格でこれだけの量を売りましたよと。で、実際の売上高は122,500円で利益額は3,635円でした。で、利益率は約 3% ですよというようなデータが書かれています。で、これですね、具体的に4行目から一番下が308ですね。約300件のデータがこの中にあるというわけです。このデータをもとにピボットテーブル早速使っていきましょう。で、ピボットテーブルなんですけども、使い方としては、まずデータ必ずコマンド A かコントロール A でしっかり選択してください。これをすることによって、ピボットテーブルをしっかり、きちんとね、適用できるデータかどうかが一発でわかります。これしっかりですね、我々の知りたい308行目のデータまで、このようにね、選択されているので、途中で空白行があったりしないということです。あるいはこういうところにね、余計なデータが突っ込まれてないとか、そういうことが一発でわかります。はい、わかったところで、じゃあ、ピボットテーブルもう使っていきましょうね。売上高、利益を上げるドライブ要因何なのか特定していきましょう。ピボットテーブルを使いたいデータのどこでもいいんですけども、アクティブな状態にしてください。で、ここでですね、データの、ピボットテーブルございました。分析のところにね、ピボットテーブルありますね。で、こちらで、Mac の場合、自動と手動っていうのがあるんですけども、Windows の方だと多分手動で最初出てくる、こういうダイアログボックスが出てくるので、手動でまずやってみますね。で、基本的にここを変える必要はありません。外部データのソースを利用することも可能なんですけども、基本的にね、皆さん自社で貯めてるデータやってると思うんで問題ないでしょう。はい、じゃあこのまま OK を押しますね。そうすると、こんな感じでなんか出てきましたね。ピボットテーブル、行エリア、列エリア、値エリアありました。で、レポートフィルターというのもあるんですけども、ちょっとこれ高度なので、今回ご説明いたしません。またいつかね、機会があればやろうかなと思ってます。で、ですね、こちら、ピボットテーブルビルダーと呼ばれている、ボックスみたいなのがあるんですけども、これ、かなり使うので、基本的には表示しておくようにしましょう。ただですね、まず知っておきたいことの一つは、今我々、この行エリアとか値エリアとかを、アクティブな状態にしてるんですけども、セル選択してますよね、こちらに。仮に今、ここら辺のセルを押すと、今ここにあったものが消えちゃいました。一方でここを選択すると出てきますね。こういった形でピボットテーブルじゃないセルが同じシートの中にあります。ですので、ここら辺を選択しててもビルダーみたいなのが出てこないと。ピボットテーブルは動きませんよと。ピボットテーブルを使いたいんだったらこのエリアを選択しておかないとダメです。なんでこれないんだっていうふうに焦らないでくださいね。ではですね、早速やっていきましょう。まず我々はですね、営業マン、ドイツが一番売り上げ上げてんだと。売上高を上げる要因を知りたいんですけども、そもそも誰が売り上げてるのかを僕は今から特定していきます。行エリアに営業マンを置いていきますね。そうするとですね、今ここに置きました。ドラッグ&ドロップで引っ張ってきました。そうすると、こちらに名前出てきましたね。ちょっと大きくしましょう。アレックス・岡野さん、ドリル・大野さん、エナジー・斎藤さん、ゴルフ・山田さん、リー・小西さん、ルイス・小菅さん、ナンゼ・佐藤さん、レイチェル・田中さん、佐渡島ジュニア、ショーン・山崎、スティーブ・宮地、ウィリアム・山出と。まあ、名前の由来は気にしないようにしましょう。でですね、じゃあ彼らの売上高見ていきますね。行ラベルの横の値というところに売上高を持っていきます。こういう感じですね。そうすると出てきましたね。ちょっと大きいかな。はい。ちょっとコンマついてないんで、まずコンマをつけましょう。ホームタブの、消しちゃいましたね。コンママークを押しておきます。はい、出ました。でさらに、これですね、一番誰が売上高立ててるのか、まあ、これ見れば一発でわかるんですけども、データの数が多い場合、どういうふうに普段僕がチェックしてるかっていうのをご説明します。皆さんもね、ぜひ覚えてください。ホームタブの条件付き書式の中から、カラースケールを選んで、まあ、どれでもいいんですけども、今日はね、この赤でいきましょう。はい、そうするとですね、数字が高い順番に色付けしてくれます。出ました。わかりやすいですね。ショーン・山崎さん、まあ、ダントツのトップなのかな。1382万5000と。で、2位がですね、ドリル・大野さんですね。1170万と。まあ、1位、2位はこの2人ですよ、ということがわかりました。はい。こういう感じでね、一発でわかるんで、条件付き書式、どんどん使っていきましょう。じゃあ続いてですね、売上高が分かりましたよと。一方で、じゃあ利益を一番出したのは誰なんですかっていうのを見るために、今、フィールドから値にもう1個持ってきました。そうするとですね、こういうふうに並列で並ばせることが可能です。はい。じゃあこれもね、同様にね、誰が一番売り上げてるのかを条件付き書式のカラースケール見ていきます。そうすると分かりますね。ドリル・大野さん一番赤く光ってます。こちらです。39万1927と。一方で2位は、28万5000。まあ、ウィリアム・山出さんが2位ですね。でショーン・山崎は、まあ、一番売り上げてるけども、利益額はまあまあ3番手ですよという話です。まあ、売上高と利益額が出てきたんだったら、利益率も乗っけましょうねっていう話ですよね。利益率起きました。よし、じゃあ分析しましょうと。はい、ここでなんか変な感じになってます。合計利益率020011101。よくわかんないですよね。これ何が起きてるかっていうと、合計しちゃってるんですね。一個一個の値を。で、多分意味わかんない方いらっしゃると思うんで、ここでもう一つ、ピボットテーブルのすごいところをご紹介します。今ですね、ここをワンクリックでアクティブな状態にしてるんですけど、仮にダブルクリックしてみてください。ポンポンと。そうすると、新しいシートに飛んで、あ、わけわかんないの出てきましたね。はい。見てください。これですね。今、新しいシート8というのが出来上がって、もともと我々がいたシート7ですね。シート7、ピボットテーブルがあった場所、ここをダブルクリックすると、新しいシートができて、実は先ほどクリックしたデータがどこからやってきたのか、すべてを示してくれています。覚えてますか？皆さん、先ほど僕がクリックしたのって、ドリル大野さんのデータだったんですよね。この利益率、どっから出てきてるのかっていうのを、このシートでドリル大野だけまとめてくれてます。で、利益率、実はここに書いてるんですけども、これらをすべて足した値をピボットテーブルは計算してたんですね。合計って書いてますからね。要するに、元々のデータ、ここに利益率パーセンテージで表記されてますが、パーセンテージ表記じゃない値を、どんどんドリル大野さんだけ計算してくれたというわけです。ただ、合計値なんて知りたくないんですよ。利益率の平均を僕らは知りたいんですね。じゃあ、それを出していきましょう。ピボットテーブル。こういうとこも便利です。基本的にね、この値とか、なんかこういうとこに一個一個置いていくものっていうのは、ここにインフォメーションのバーがI が書かれてますね。ここ、まあ、ダブルクリックでも、まあ、クリックでも、右クリックでもしてみてください。そうするとですね、ピボットテーブルフィールドというダイアログボックス出てきます。これ便利です。後で、まあ、いろいろ使います。まあ、集計の方法ですね。まあ、平均値出してくださいというふうに変えて、OK を押すと出てきましたが、こういう感じかな。パーセンテージ表記しましょうね。そうすると、こういうふうに感じで出てきますと。はい、いい感じですね。で、これを、じゃあですね、